お、お、ほら電車が来ます、ご注意ください。おー、来たー、来た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 、電車が来ます。あ、みんな撮ってる。すごいね。いいね。どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら栃木県の宇都宮市、JR でいうと宇都宮駅の前に来ております。今日はですね、もう後ろに見えている2023年8月に、開業した宇都宮ライトレール、羽賀宇都宮ライトラインに乗車してみたいと思います。でここさ、宇都宮ライトレール LRT ね、そのいわゆるああいう線路のなんていうの、ああいう電車とまたちょっとね違って、いろいろだからね、踏切じゃないんだよね、ここ渡るところなんだけど、でもほら遮断管とかさ、いわゆるあれがないじゃん、いわゆる警報灯とか、まあ一応ねここにねあるんだけど、あの危険ですっていうか、このね列車が来ますっていうのがね、でも踏切ではないんだけど、一応でもこう横断するところですね。メロディーが、お、お、ほら電車が来ます、ご注意ください。おー、このね警告、これが出て、バイバイ。すごいね、みんないっぱい乗ってるね。おー、ライトライン、おー、かっこいいね、ライトのとこかっこいいよね、このね窓のさ、ところにこうシュッと、おー、あの色とかはさ、雷とかをイメージしてるんで、宇都宮って雷多いんだって、うん、一応あの踏切と同じで右よし左よし、はい右よし左よし、はい OK、 そこがね絶対にここからもう先は入らない、この黄色いとこだけ歩いてください。はい、この先も右、ちょっとここカーブだ、はい右よし左よし、すごいカーブだねここね、車体のロゴね、宇都宮ライトレールさんのロゴです。まあまあ実はね、まあちょっとあのサミットのお仕事とかでね、実はもうちょっと何回か乗ったりとか、でも結構みんなあれだね、写真撮ってる人多いってことは、やっぱりさ観光とかで来てたりするのかな、これ乗りに来たり、おー、迫力がすごい。今日私 LRT カラーじゃない、ライトレールカラーじゃない。あ、でここがほらほらほら、車止めがこちらにね、今こちらですね、 JR 宇都宮駅の東口の方にね、今ありますけども、あの今後ですね、もう西側の方に延伸っていうのもですね、いろんなニュースとかでね見たことある人いるかもしれませんが、いろいろこう計画されていて、こっからどう伸びていくかを予想で。ここをこうって、でもここがしばらく駅の、そうだね、でもここら辺でもうアプローチがないとなかなかね、もうだから結構もうここ出てすぐ登ったりするのかな、めっちゃ高くしないと新幹線越えれないね。いやでも新幹線と在来線の間を行かないといけないんだよね、難しいよね。そんなに空いてない気がするんだけどね。ここは多分ここの辺で登るのか、まさかの地下ね。でも確かにここのこのスペースはね、かなりこの広々スペースがあるから、いや楽しみだね。まだまだね、ちょっと今はね、まあいろいろニュースとかではね出てますけどね。新幹線
うん、いいですね。ここのね、すぐもうあの目の前のこう戦況っていうこうデッキのところ、ここがねすごくね真上から見えて、でこっちこのいよいよこう街にねすごくないこの感じね、本当にこの街に LRT がっていう景色だね。本当だね、分かりやすいね。結構感覚なんかすぐ来るね。すごいねそこね、ポイント、このおおほほほほほ、すごいね。やっぱ上にさ、あの低床車両だから上に全部ねいろんな機器が乗ってたりするんでね、床下がね本当にすっきりしてるというか、おおすごい。この光景をゼロから作るってすごいね。こっちに、はい、おーおー、かっこいいね。そしてこっちのこの曲がっていく感じ、時ほらこっちのカーブしていく感じいいよ、ほらほら、おー、あ、ママ撮ってくれたの、あ、ありがとう、うまいね、チクは本当にうまいね写真ね。じゃあね乗ってみたいと思います。次来たやつね、来ました。下の模様石っぽいじゃん。これね栃木のね大谷石っていうね石をイメージしたデザイン。うん、石ではないんだけど、ここら辺もさ全部さトータルデザインでね、もうこの外もそうだし中もさこうなんかスタイリッシュな新しいね、ちょっとこうなんか海外のさね列車みたいでね、車両みたいな感じ。ここもねなんか四角いじゃん、でここも持ってもいいし、この上を持ってもね結構持ちやすいっていう ね、あんまりこの形ねそんなにない気がするけど、あとここもほらちょっとやっぱ木をね、木のこのデザインでおしゃれだったりとか、さっき見てたところがこの大カーブ、あ結構外からも撮ってる人いっぱいいるよ。で2024年の4月1日からですね、快速運転が朝、平日朝ですかね。おお、ほら見て車と一緒に走ってる、すごいよねこの感じ、ほらなんか近くないすごく普通にさ同じこの、あ電車用もある、あそう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 、そうなのそうなの、電車用の信号、あのいわゆるね車の信号のところにもこの矢印でついてるっていう、すごいよね、よく見つけたね。あ、隣すれ違ってました。うん、そこでうん、ほら信号あった、あ、そう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 、ホームの、うん、ところにちょっとこの写真とかでねその地域の説明なんかが入ってるフレックス、あ、映ってる一応ね40キロまでしかね、あのこの併用区間出せませんということで40キロまでですね。すごいさ乗り心地どうよ、
いいね、ね、いいよね。美術館ではいい感じよね。そう、座席もね、やっぱりすごくシートもいいしさ、全然その揺れとかさ、ね、振動っていうのもこんだけ低床だけど、やっぱりこう快適な感じがする。次は平石。平石。うん。おお。ここからもう専用軌道。完全にこの車とかの道とこう分かれたじゃん、うん、ね、さっきまではその車が渡ってきたりっていうのも可能なんだけど、おーすごい、ここまもなく平石、一回降りようか、平石でこのオレンジの方ね、降りるときは、オッケー、よし、はい、お、こっち、ちょうど今、隣に、ほら隣に今、バイバーイすごーい、おっきいね、ここね、ご注意ください、はい、右よし、左よし、ライトレール、宇都宮ライトレール、トランジットセンターって言って、こういうさ、自転車とか車を止めたりするところだから、ちょっと近くまでその車とかで来て、で基本のこのね、移動はライトレール使ってっていう、そういうトランジットセンターっていうのね、結構ね、何か所、4か所ぐらいかな、沿線にあって、うん、でね、結構ね、満車になってたりするんだよね、すごいみんな使ってるの。よいしょ、あー、ここがね、うん、宇都宮ライトレールさんの本社。あ、今入れないですね、本日定休日。なんかね、中にね、あ、そう、定期券売り場とかね、ちょっとグッズ販売されてたりとかね、ありました。でも今日はお休みだ。あ、土日祝、年末年始はお休みなんですね。まあ、外からもね、さっきもなんか見に来られてる方いらっしゃいましたね。いいよね。すごいこの LRT の規格ギリギリの大きさっていうか、すごいよ。OK、国内で確か、国内一番大きいんだよね、このね、サイズとして。あの、一区間歩いて行きたいと思います。おお、踏切ではないけどね。お、来るんじゃない、もうないか、車やった、お、来た、おおすごー、うん、サッカーね、栃木 SC さんのラッピング、すごいねここも横断のね、とこ踏切ではないんだけどね、厳密に言うとね、渡るんだったら右よし左よしして渡ります。じゃあこっちが一応この歩道でね、うん、一列になっていきましょう。はい、右よし左よし、はい、オッケー、はい、右よし左よし、はい、オッケー、時もなるべくこっち寄って、車来てないけど、オッケーオッケー、いいね、電車が来ます、接近表示器ご注意ください、電車が来ます、ご注意ください。電車なってます。ご注意ください。ここまで来ると本当だいぶ景色がね、変わったね。バイバーイ。おお。トンネルくぐる、おー、まだ来てない、学校大きいあ、本当だ、出発信号じゃん、バツ、これがこの LRT のやつかな、あと1分で来るんじゃない、これ、これ、大谷、大谷石、大谷石、これ本物の石じゃない、ね、
大谷石。なんか時はいい感じのとこに座ってる。ここ？お静か。静か。うん、横から見てもいいよ。おお、すごい。すごいね。川渡ってます。すごっ、窓が大きいからここね、下の方までよく見える。おー、なんかすごいいろいろ分かれてるね、ここだけでも。これで降りる？ここで降りようか、もう一回。一区間だけだけど乗ったの。バイバーイ。おー飛び山城跡、まあ、半分ぐらいね、半分ぐらい来ました。ここが今ほら鬼怒川渡ってこの区間で ね、ここすごい、ほらここ登ってさ、さらにまだここでもだいぶ高いと思ったけど、さらにまだあそこね、川渡るときはすごいよね、これ作ったもんね。あ、ここにありました、渡るところが。あ、声が響く。おわおわとき声響くよ、ここ。ボエボエさっきあれつけてんの見せたら、裏向いてる？大丈夫？ライトレールボーイ、うん、おー、おー、ここでここで鳴る。おー、ご注意ください。すごー、ご注意ください。電車が来ます。ご注意ください。すごいね。電車なく。ご注意ください。あ、登っていくの見れるんじゃない？おお。反対も来るね、こっちのホームに。おー、来ました。道だ。うん、またね。おー、あ、いいね、カーブね。おー、清原地区市民センター前ですね、停留所。ここもだからトランジットね、乗り換えですよ。あ、信号がある。ここ歩行者がこっちに渡るのも渡りましょう。はい、右よし、左よし。一応ね。あ、なんか待ち合いがあるんじゃない？ほら。ねえ、すごい。あ、これもしや？大谷石？これも？なんかすごい不思議な作り。三角。あったか。あったか。なんかすごい。これを出し、乗り継ぎ交通案内とか、あ、すごいね。まずこれライトライン、ライトラインコーナーは何なんだ。あ、時刻表だ。
ね、ここの停留所の乗り継ぎ案内、あ、バスのさ時刻とか、すごいね、便利。グルメショップ、ちょっと餃子みたい。あ、いっぱいある、まだある、すごいね、すごいね。もうすぐほんと隣にバス乗り場がたくさんあって、ここもねトランジットですね、トランジットセンター、すごい、こりゃ便利だね。でここでいろいろ案内も見れるしね、空調も効いててね、えいいね。ここね、すごいいい感じで、もしや、あ、でもどうだろう、いい感じでそこら辺で重なるかな上り下りが。確かに、さすがに、いやまだ出ないか。お、電車が来ます、ご注意ください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 、電車が来ます、おお、電車が来ます、ご注意ください、電車が来ます、ご注意ください、電車が来ます、ご注意ください、電車が来ます、電車が来ます、ご注意ください、電車が来ます、すごい、なんかすごい、ご注意ください、電車が来ます、ご注意ください、電車が来ます、ご注意ください、ご注意ください、ご注意ください、すごいね、なんかね、すごかった。そこら辺でもこの曲がったところからこう見えてるみたいなちょっと逆、思いっきり光が逆でも逆になんかちょっとおしゃれな感じになってるわ。あ、いいじゃんいいじゃん、地区の方のカメラの方が綺麗に撮れてるね。さっきもね、ここら辺だったもんね。次はそのための町なのかな、ね、発車待ちの調整。奥にグリーンスタジアム、ここもでもなんかすごいんじゃないこれ、うん、何ここ、これね、そう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 、これもね、その宇都宮なんか伝統的な、すごいね、もうすっごい大きいね、やっぱり窓が大きいからね。でやっぱ降ろしてる人まずいないよねみんなやっぱ景色見たいよねこれねお、このメロディーは時は寝ちゃいましたご乗車ありがとうございました。まもなく終点、下野新聞さんの広告が、温かめ沢工業団地です、降りなさい、交通系 IC カードをご利用のお客様はドア横の黄色のカードリーダーにタッチしてください。 Serving you again、 ご乗車ありがとうございました。あ、終点、高根沢工業団地、高根沢工業団地、車内にお忘れ物ないようお越しください。この電車は折り返し線のためお客様の全員選べますと2回回します。折り返しご乗車されるお客様も1回ホームにお降りいただき再度登場いただきますのでお待ちください。はい、一回ね、みんな降りますから。羽賀高根沢工業団地、駅ナンバリング19番ですかね、ここか、駅とか停留所かね、ここそうだね、すごいね、この接近感今ね、僕たちが乗ってきたのが折り返しでね、でも一回ね、みんな絶対に降りて、折り返しです、いいね、すごいね、ここまでだ、うん、よいしょ、いいね、うん、撮ります。さあ、ということで、宇都宮ライトレールさん、羽賀宇都宮ライトラインにですね、今日は実際乗って、まあ、途中ね、何か所か降りて、いろいろね、見てきました。景色もね、この本当に
宇都宮の駅前からどん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 こうね街中通ってモールの前とかですね通って、そして工業団地の方にっていうのですごくね乗ってて楽しいですね。今ねこう各駅停車、通しで乗ってだいたい44分ぐらいですかね、端から端まで乗ってね、でまた今後はね西側への延伸などもですねこう予定されてるということですのでね、やはりねまだもし乗られてない方はぜひこのね宇都宮に新たに作られたライトレール LRT ですね、乗ってみてはいかがでしょうか。へーそう